つ皆さんと一緒に実験をしようと思います。息をできるだけ長く吐いてください。皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、息を吐く時の口の形状の違いによって息を吐ける量が変わるよ、そんなのですね体験してもらって、なぜそれが変わるのかというのをですね、理論的にお話をさせていただこうと思います。これを知るとですね、呼吸のワーク、そしていろいろと運動していく時の体の使い方なんかが変わってくるので、非常に面白いですよ。ではですね、ここから一つ皆さんと一緒に実験をしようと思います。皆さんにやっていただくのは、息をできるだけ長く吐いてください。これが今回の実験です。この時にですね、口の形、一つは歯、口を開けた歯の口で息を吐く、そしてもう一つはろうそくの火を吹き消すように負の口、これでどちらが長く吐けるかというのを実験してみようと思います。まずは歯、この口で息を吐いてみてください。この時ともう一つ負の口で吐いてみましょう。せーの、どちらが長く、そしてどちらがたくさん吐けましたか？今のでは分かりにくかった方もいると思うので、一つ追加実験を行います。まず歯の口で全部吐き切ります。もう吐けないよっていうところから、口を歯からふ、ふの口に変えて、さらにどれぐらい吐けるかどうか、これをチェックしてみましょう。ではいきます。大きく息を吸って吐き切ったら、負の口に切り替えて、はい、いかがだったでしょうか。歯の口ではもう吐ききれないなって、もう吐けないよって言ったところから、実は負にすることで、あれ、まだ伸びしろがあるじゃんっていう風なのを体感した人結構ね多いんじゃないかなと思います。実はですね、これは胸郭、そして中にある肺、そして呼吸の通り道になっている気管ですね。さらにはその入り口出口になっている口の中、口腔ですね。それの圧力がこの呼吸の量に影響をしているんです。面白いですよね。はい、これの理論をですね、しっかりとお伝えしていこうと思います。まず息を吸うときというのは、前回の動画でもあったんですが、横隔膜が下に下がったり、外肋間筋、あとは呼吸補助筋ですね、射覚筋や胸鎖乳突筋によって胸郭が広げられることによって胸郭の内圧が下がります。はい、そして内圧が下がることによって肺が大きく膨れることによって呼吸が入ってくるというふうなシステムになっています。逆に息を吐くときというのは、胸郭がぐーっと縮まることによって肺も同時に開いていたものがぐっと押し潰される形になります。はい、それによってここの肺から口に通っている気管ですね、気管も圧力によってぎゅっと縮められて潰れてしまうんですね。これを虚脱というんですけれども、口のすぼめて口腔の内圧を高めることによって、そことつながっている気管の内圧も高められるんですね。気管を外にグッと押し広げようとする圧が加わることで、胸郭がグッと縮んで肺、気管をグッと潰す力に対抗するように気管を外に押し広げてくれることによって、最後のギリギリまで肺にある空気っていうのを外に吐くことができるんですね。1回の換気量が多いので、回数で稼ぐ必要がないので、リラックスしたゆったりとした呼吸をすることができるようになり、いわゆる副交感神経が優位なリラックス状態になってですね、睡眠の質が上がったり、余計な体の筋緊張が高まらなかったり、そういったところにもつながるので、ぜひこの口すぼめ呼吸を使いながらですね、呼吸のエクササイズをやっていただくと、ものすごく効果が高まります。
この換気能力が高まっていくことで運動対応能ですね、運動していた時の疲れにくさだったり、高負荷の運動にも耐えられる体の状態になっていたりするので、おのずと運動パフォーマンスが上がっていくような結果につながっていきますので、ぜひこのプチすぼめ呼吸もですね覚えていただいて、うまく呼吸の中で使い分けをしていただければと思います。今日はですね、呼吸というのを解剖学と生理学、そしてちょっと運動学とかも入っていますね、理学療法士の視点でお伝えをさせていただきました。こんな形でですね、体の機能構造というのを紐解いていく、そんなのもですねこのチャンネルでお伝えしていければなというふうに思っております。今日の動画が参考になったよという方はぜひ高評価ボタンを、はい、そして引き続き猫背に特化した健康情報を配信していきますので、下の猫ちゃんマークからですねチャンネル登録をしていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。